ヨハン・クリストフ・ベントラントは、ドイツの園芸家である、気象植物修正、などの著書でも知られる、ランダウィン・デアプ・ファルツに生まれた、ドイツの上級貴族、レイ・コールベルト・ハイム家の園庭の家系で、カールスルーエ宮殿で4年間、地元の園庭ゾイルから園芸を学んだ。ハッセルの宮廷の庭園やビルヘルムシェーエ公園で、働いた後、1780年に、 ハノーバ公のヘレンハウゼン王宮庭園の園庭に任命された。スイス生まれの植物学者でヘレンハウゼン王宮庭園の監督のヤコブ・フリードリヒエールハルトから植物学の知識を学んだ。音質や果樹園やパイナップル栽培の監督をした後、1817年に庭園の監督職に就いた。絵を描くのに才能を示し、著書の図版は自ら原画も製版も、 自ら言った。息子のハインリヒルドルフ・ベントラント、孫のヘルマン・ベントラントも演芸家として、ヘレンハウゼン王宮庭園で働いた。JC ・ウェンドルは、植物の学名で命名者を示す場合に、ヨハン・クリストフ・ベントラントを示すのに使われる。ありがとうございます。